アメリカ中央軍はアメリカ軍の地域別の統合軍の一つ。フロリダ州タンパ市のマクディール空軍基地に司令部を置く。現任司令官はケネス・マッケンジー海兵隊大将。2019年4月、革命防衛隊をテロ組織認定された報復としてイランからテロ組織認定を受けた。中央軍の直接の前進に当たるのが緊急展開統合任務部隊である。 これは、アメリカ即応軍令下で、中東、アフリカ地域への対応を優先とする、全世界への事態対処の任務を持つ統合任務、部隊であり、第四次中東戦争以降の中東地域の不安定化に対応するため、1980年3月1日、フロリダ州のマクディール空軍基地において、司令部が編成された。実施部隊は、アメリカ軍全体の予備の中から任務に応じて、 編成されるが、その多くは、北、大西洋条約機構関連を含む、その他の有事対応の任務を合わせ持っていた。この時期、アフガニスタン紛争などを背景に、ソビエト連邦の中東地域への進行が懸念されるようになっていたこともあって、1981年の国防長官の指示を受けて、統合参謀本部は、RDJTF を中東地域を担任する。 地域軍に改編するための検討に着手した。検討の過程で担任範囲について議論になり、また海軍作戦部長や海兵隊司令官が RDJTF を地域軍に改編することへの反対意見を表明した一幕もあったが、1982年11月12日には改編後の地域軍の名称がアメリカ中央軍と決定され、 11月19日には、マクディール空軍基地において、中央軍司令部としての活動を開始、1983年1月1日に正式に設立された。その後、1987年に特殊作戦軍が創設されると、その財源確保のために、レッドコムは廃止された。この際、統合参謀本部議長は、 レッドコムの任務をすべて1000コムに移管する考えを持っていたが、国防長官を納得させることができなかったため、中央軍に兵属から霊属している軍種構成部隊司令部は存在せず、すべてとの東方軍等に所属し、その所在地はすべてが地理的に理覚した場所に位置するという状態が継続していた。しかし、湾岸戦争以後存在感が急激に高まり、 イラクとアフガニスタンで軍事作戦が行われて以降ではアメリカ軍の統合軍の中でも最も活発な活動を行っている統合軍となっている各地域別統合軍の担当地域の図中央黄色が中央軍の担当地域である中央軍は中東全域中央アジアの一部の国々にいるアメリカ軍部隊を指揮下に置く空軍 海兵隊は中央軍担当地域内に固有の部隊を配備しておらず必要に応じて随時他の地域から部隊を展開させる方法をとっている。なお2008年まではアフリカの角を含むアフリカ大陸北東部も担当地域であったがエジプトを除き新規に設置されたアフリカ軍に管轄が移動した。中央軍司令官のポストは初代司令官であるロバート・キングストン。 陸軍大将以来、長年にわたって陸軍及び海兵隊の出身者が捕食される状態が続いていた。この状態は2007年にウィリアム・ファロン海軍大将が海軍出身者として初めて司令官に任命されたことで解消したが、ファロン大将の退任以降は、現任のボーテル大将に至るまで、再び陸軍、または海兵隊の出身者が捕食されている。 ありがとうございます。